ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー、はい、始まりました。ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー第75回、はい、始まりまして、はい、最近は家族全員体調ちょっと崩しちゃいまして、そうですね、季節の変わり目にありがちなね、ちょっとね、あれが来ちゃいましたね。ちょっとね、みんな一旦したりと大変でしたけど、うん、まあ徐々に回復しつつ、お母ちゃんは比較的大丈夫だったのかな。そうだね、私は大丈夫だったね。そっか、じゃあ他の3人がちょっと一斉に、そうだよね、学級閉鎖とかにもなったりしてね。そうだね、あのインフルエンザが流行っててね、うん、いや参った参ったってことで、今週はお父ちゃんは、はい、四脚ロボットの検討を行いました。はい、前あのバク転する四脚ロボット作ったんですけども、そのサーブちょっと高級なので、グレード落とした、サーボ、うん、2種類、中くらい、ミドルクラス、ミドル級の価格のものと、うんうんうん、まあ、最、超安い。うん、安々サーボで作ってみてどんな動きなのかっていうのを比較してみました。おー、まあ、それぞれの動き検討しつつ、この、まあ、さ、このサーボだとこんぐらいだよねみたいなのを比較して、うん、まあ、自分の中で落とし込んでみました、うんうんうん、でちょっとこの後でね、あのミドル級の方もうちょっとバク転とかできないか検討もしてるんで、それまた、報告させてもらいますんで。バク転ね、うん、バク転はね、うん、必須事項でしょ。俺の中で必須事項だから。それがね、難しいよね。まあね、まあまた報告させてもらいます。はい。お父ちゃんね、今週はこれだけです、ブログ的には。あ、お母ちゃんは、はい、お母ちゃんの方は、私は特に今週はもう仕事ですね、ずっと仕事、仕事の仕事三昧、うん、ずっと仕事をしています。忙しいですね。そうですね、相変わらず年度末、年度末ということで、まあちょっと今週はこんなもんですかね、うん、ちょっと体調直して、ね、来週もバリ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 いろいろ、うん、そうだね、バリバリと確定申告しなきゃ今週確定申告出た、うん3月15日までだっけ。そうだね、もういよいよだね、うん、もうやんなきゃね。じゃあそんな感じで皆さんも確定申告、そして、健康にはお気をつけください、はい、また来週ごきげんよう、はい